はい、どうも、島根県住みます芸人、奥村淳です。さあ、ということで、今日はですね、おすすめのお店、そして僕のおすすめの料理人がいるお店の前に来ております。と言っても、もうすでにね、前の動画でも上がってる場所なんですけども、そのお店はこちらです。カムリ、カジュアル鉄板カムリでございます。じゃあそちらの方に早速行ってみたいと思います。行きましょう。それでは今日よろしくお願いします。お願いします。さあ、このカジュアル鉄板カムリというお店ですけれども、はい、どういったお店なんでしょうか。こちらの店はですね、地元のお肉と野菜を使った料理を提供しているレストランでございまして、鉄板もあるのでそちらの方で調理してお出しするレストランになっております。なるほどなるほど、地産地消という。地産地消で、はい。なるほど、まあもう全て、もうほぼですよね、大野町さんのものを使ってるってことですよね。はい、はい、なるほどなるほど。で、こちらにもいろいろありますけども、こちらの町内の特産品を扱っておりまして、うん、ユーザーのこちらの方でチョイスしてカムリセレクトとして販売もしておりますので、はい、なるほど。もうね、もう全てもいろんな、全てにね、いろんな大南町のものを全てこのお店では取り扱ってるってことですよね。素晴らしいものがたくさんあるので紹介もしたいので。あ、はい、なるほどじゃあすいません、じゃあちょっと今日、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今もう鉄板の前に来てるんですけども、はい、ここで普段は焼かれてるってことですね。そうですね、お肉と野菜をこちらで、ゆっくりと焼いて、うん、スキレットに設定の提供しておりますので、熱々の状態でお召し上がっていただけるようになります。そうなんですよね。もうこれが去年ね、メニュー大幅リニューアルして、去年いつからでしたっけ。去年の10月ぐらいですかね。10月ですかね、はい、ぐらいから大幅リニューアルして、もうこういった形で出すというふうになったんですよね、はい。さあ、そしてですね、このカジュアル鉄板カムリというお店のですね、まあもう本当にもう若手のもう将来期待する料理人がですね、今も立っていただいているシェフの黒山シェフなんですよねさあ、で、黒山シェフはもうあれなんですよね、まあ、関西生まれは大阪、大阪で、はい、はい、で関西の方で働かれてて、はい、でその後1年間ですよね、はい、イタリアに修行ということで、修行で、はい、行われましたどうでしたイタリアは。やっぱり地元の、食材とか、もともとあるその料理とか伝統料理ですよね、それを勉強して、それまたここでも社長なので、なんか発揮できればいいかなと思って、はい、なんかイタリアはやっぱそういったなんか産地みたいなのが多い、まあ、地元のもともとある料理がやっぱりずっと育ってきているので、それを大事にしている国なので、まあ、それもちょっと気づきながら料理してできればいいかなと思っております。ああ、なるほど。でそこから関西にもう一度戻られてからの、はい、島根県大南町ということですよね。はい、だからまだまだ期待できるシェフだということなので、はい、ちょっと今日の料理もすいませんけど、はい、よろしくお願いします。さあ、早速ちょっと料理出していただいたんですけども、この料理は地元のお肉を使ったポークステーキ、メインポークを使ったステーキで、鉄板の方で調理したものになります。ああ、素晴らしい、美味しそう。じゃあちょっと早速いただきますね。はい、これね、岩見ポークって本当に 甘くて美味しいですよね。油もヘルシーだね、食べやすいです。すごい美味しいですよ。で、これがソース。それで自家製のソース、和風のソース。はい、あ、いただきます。うん、あ、いや、美味しい。まあ正直なところで、いや、僕もう何回も食べてるんですけど何回食べても美味しい。うん、もう全部大南町のソースですよね。はい、うん、ネギも結構有名なんですよ大南町。これもね、いただきます。うん、野菜も美味しい。もう全て鉄板に調理されてますんでね、うん、ちょっとすみません、今日はありがとうございました。ということで、
こちらは以上です。バイバイ。